1. イントロダクション。こんにちは。皆さん、今日はとても興味深いテーマについて話す予定です。それは、なぜ音楽制作に DTM を進めるのか、というテーマです。音楽を作ることに興味があるなら、この動画はあなたにとって価値ある情報を提供するでしょう。それでは、この旅を一緒に始めましょう。2. DTM とは何か。DTM とは、デスクトップミュージックの略で、コンピュータを使って音楽を制作する手法を指します。DTM は、DAW を使用して音楽を作成、編集、ミックスすることを可能にします。これにより、あなたは自宅のコンピュータで、プロのスタジオにいるかのような音楽を作ることができます。3. DTM の歴史と進化。 DTM の歴史は、1980年代にまで遡ります。当時は PC もソフトも高価だったため、限られたプロにしか DTM を利用できませんでした。しかし、時間とともに技術が進化し、コンピュータや音楽制作ソフトウェアがより手頃な価格となり、そしてパワフルになりました。これにより、音楽制作は従来のスタジオからベッドルーム、リビングルーム、どこでも可能となりました。4. DTM の利点アクセシビリティ。音楽制作はかつては高価な機器と専門的なスキルを必要とし、多くの人にとって手の届かないものでした。しかし、DTM の登場により、その状況は大きく変わりました。コンピュータといくつかの基本的なソフトウェアがあれば、誰でも自分の音楽を作ることができるようになりました。場所や時間に制約されることなく、あなたの創造性を自由に表現することが可能です。これは、音楽制作がより民主的でアクセシブルになった最初のステップです。と、DTM の利点創造性と柔軟性。DTM は、アーティストが音楽を作る方法に無限の可能性をもたらしました。伝統的な楽器だけでなく、数百、数千もの異なる音色やエフェクトを選択することができます。何よりも楽器を知らなくても音楽が作れます。また、曲のテンポ、キー、リズムを自在に操作することが可能です。これらの要素を自由に組み合わせることで、全く新しい音楽の世界を探求することができます。つまり、DTM はあなたの創造性の限界を、あなた自身の想像力だけで実現します。6. DTM の利点プロフェッショナルな仕上がり。 DTM を使用することで、プロのスタジオでの録音と同等、またはそれ以上の品質の音楽を制作することが可能になりました。音量のバランスを調整したり、エフェクトを追加したり、一部分をループさせるなど、あなたの音楽を完璧に仕上げるためのツールがたくさんあります。そして、最も重要なことは、これらすべてのプロセスを自分でコントロールできるということです。これにより、あなたの音楽はあなた自身の手によって、最初から最後まで作られるのです。7. 実際の DTM の使用例。DTM の利点を具体的に理解するために、例を見てみましょう。ここでは、スタジオ1という DTM ソフトウェアを紹介します。スタジオ1は、初心者からプロまで。幅広いユーザーに対応した非常に使いやすいインターフェースを備えた音楽制作ソフトです。スタジオ1の魅力の一つは、その直感的でフレンドリーなユーザーインターフェースです。初心者でも迷うことなく操作を開始することができ、多機能ながらも画面はスッキリとしています。また、スタジオ1は音楽制作の全工程をカバーしているため、作曲から録音、ミキシング、マスタリングまで、一つのソフトウェアで完結することができます。このように、スタジオ1を使用すると、初心者であってもプロフェッショナルな音楽制作を体験することが可能です。DTM に初めて取り組む人にとって、スタジオ1は理想的なスタート地点となるでしょう。8. DTM に取り組む際のアドバイス。音楽制作に DTM を使うことを検討中のあなたに、私からいくつかのアドバイスをしたいと思います。まず最初に、音楽制作は一夜にしてマスターできるものではありません。それは新しい言語を学ぶようなもので、練習と時間が必要です。しかし、それは決して無理なことではありません。私自身、音楽の基礎知識がない状態から始めて、今ではプロのレコーディングを行うまでになりました。
その中で私が学んだ最も大切なことは、曲作りができるまで諦めないことです。初めて DTM に取り組むとき、操作方法がわからなかったり、思うような音が出せなかったりすることがあります。しかし、そうした困難を乗り越えていくことで、自分自身の音楽スキルが成長していきます。9.DTM の学習リソース。DTM を学ぶためには、適切なリソースが必要です。昔は専門学校などが中心でした。私は自分の経験を踏まえ、スタジオワンやその他のプラグインについての解説動画を公開しています。これらの動画は、DTM の基本から応用までをカバーしており、初心者から上級者までが学べる内容となっています。そして、最も大切なのは自分自身で実際に手を動かして試すことです。新しいことを学ぶ最も効果的な方法は、実際にやってみることです。それにより、理論だけでなく、実際の操作感や工程を身につけることができます。10. まとめとオンラインレッスン案内。本日は、なぜ音楽制作に DTM を進めるのかについて話しました。DTM はアクセシビリティ、創造性と柔軟性、そしてプロフェッショナルな仕上がりを提供します。これにより、誰でもどこでも音楽制作が可能となり、音楽がよりオリジナルになることを可能にしています。そして、具体的なソフトウェアとしてスタジオワンを紹介しました。その直感的で使いやすいインターフェースは、初心者でも容易に取り組むことができます。重複しますが、最も大切なことは、曲作りができるまで諦めないことです。そのために、私の YouTube チャンネルでは、スタジオワンやその他のプラグインについての解説動画を公開しています。これらはあなたの学習の助けになるかもしれません。さらに、困った時やアドバイスが必要な時は、オンラインレッスンも利用できます。具体的な問題についてのアドバイスや、より深く学びたい時には、ぜひオンラインレッスンをご活用ください。最後に、音楽制作に DTM を使うことは、あなたの音楽旅行の新たな一歩を踏み出すことを意味します。あなたの創造性を最大限に発揮して、自分だけの音楽を作り上げてください。